沼津市で J3 アスルクラロ沼津と地元の企業などが連携した防災訓練が行われました。こちらで検温しておりますので検温と消毒をお願いいたします。訓練には J3 アスルクラロ沼津の選手やパートナーシップ協定を結んだ駿河銀行の関係者、地元の自治会などおよそ100人が参加しました。コロナ禍での避難者の受け入れ手順を確認したほか、自衛隊による救助に役立つサバイバル講習などが行われました。そうですね、僕自身東日本大震災10年前に経験していますし、やはりこの地域でも大きい地震が起こる可能性が高い地域なので、こういった活動は継続的に参加ですとかアスルクラロも続けていきたいなと思ってます。参加者は災害に備えて真剣に訓練に取り組んでいました。